こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙。お、どうしたんだ？今、とある RPG をやっているんだけど世界中ってやっぱりロマンよね。突然だな。まあ、言いたいことはわかるぜ。見たこともないような巨木、世界の秘密が隠されている隠しダンジョン。ファンタジーの世界にはよく存在しているけど、どうしてこんなロマンの塊が実在していないのかしら。残念だわ。あるぜ。世界中。え？正確に言うと世界中の証拠はいくつも存在しているんだ。そうなの。でも、今じゃ完全に架空の存在じゃない。語られても都市伝説みたいな内容だったりするし。確かにどうして実在していたとされるものが、空想上のものになってしまったのか気になるよな。それじゃあ今日は世界中が実在した証拠と隠蔽された理由について解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。まずは世界樹とは何ぞやという人のために軽く説明が必要だよな。何かの重大な秘密が隠されている巨木。それはファンタジーの見すぎだぜ。じゃあ一体何なの？世界樹、ワールドツリーとはヨーロッパやインド、アメリカ先住民など広い地域の神話や宗教に登場する大樹だ。世界は一本の巨大な木で成り立っているという概念で、世界樹が天を支えて天界や地上、地下世界、冥界にまで通じているという考え方なんだ。世界樹というだけあって木が世界そのものと言ってもいいくらいの大きさなのね。同様に世界各地に残っている伝説といえば大洪水とノアの箱舟だけど、それと同じくらい巨木伝説も世界各地に残っているんだ。神話に残っている巨木、ユグドラシルとか世界樹のモチーフとしては有名よね。そうだな。ユグドラシルは北欧神話に登場する架空の巨木で、さっきも言ったように世界を体現している巨大な樹木なんだ。へえ。北欧神話にはアース神族の国アースガルズ、人の居住区ミズガルズ、死者の住まう地下の国ヘルヘイムなど9つの国に分かれているんだが、それらをすべて内包しているのがユグドラシルだと言われている。なるほど。北欧神話における世界樹は世界そのものを内包している木なのね。他にもペルシャ神話やゾロアスター教に登場するガオケレナは大きいだけじゃなくて、食べると癒しの効果がある。しかもガオケレナの実から作られるジュースは不老不死の霊薬となると言われているんだぜ。すごい。こんな世界各地に存在する世界樹、生命の木伝承の始まりと言われている木が存在する。世界樹の祖ってことね、どこのお話なの？世界樹伝承の始まりは世界最古のシュメール神話だ。そこに登場する巨樹キスカヌは世界の中心と言われる古代都市エリブに立っていて、世界樹伝承の祖とされているんだぜ。世界樹に加えてシュメール文明まで出てくるなんて、楽しくなってきたわ。さて、世界樹についての概要はこの辺にするとして、ここまで地域的には欧米の方を中心に見てきたが、実は日本周辺にも世界樹元い巨木伝説が残っているんだ。本当に世界各地にあるのね。まずはお隣、中国の伝承だな。神仙思想の中に不相という巨樹が登場する。その前に神仙思想って何？古代中国の思想で不老不死の仙人や神人が住む海上の異界や、山中の異教に楽園を見出しながら多くの仙人神人を信仰して、自分たちもその領域に至るための実践を求めようとするものだ。仙人や神人を信仰しながら、自分たちもその人たちと同じように不老不死の境地に至りたいってことかしら。大体そういうことだな。神仙思想はその後の中国の思想に影響を与えていっただけでなく、一般の人たちの間で伝わっていく説話や神話の元になったとも言われているんだぜ。中国の思想や伝承の源流なのね。その考え方の元三海経という古代中国の博物学辞典には、あらゆる地域の言い伝えがほぼ全て事実として記録されているんだ。言い伝え全集ってことだから見方によっては怪異図鑑とかの方が近いかもしれないけどな。その中に不相も載っているわけね。それで、不相って何なの？東方の海に浮かぶ島に生えているとされる巨樹だとされているんだぜ。その島は一種の理想郷で後々、同じく東方にある仙人の国の蓬莱国と同じものとされていくんだ。東方の島にある理想郷に生えている巨樹、神秘的だわ。名前の通り大きな桑の木だとも考えられるが、いろんな樹木を混ぜた存在しない木だとも言われていて、その存在については諸説ありって感じだな。そして日本にも巨木伝説は存在するんだ。日本にも世界樹が、日本書紀に登場する巨樹なんだが、世界樹というよりは神木という扱いをされているんだぜ。そうなの？その巨木は現在の福岡県三池にあったクヌギの木だと言われているんだ。その土地の老人の言葉で、このクヌギが倒れる前は朝日の陰で木島山を隠し、夕日の陰で阿蘇山を隠すほどだったと残っているんだ。陰で山が隠れるってどれだけ巨大なの？
日本書紀にはその倒れた巨木について記述があって長さは970丈。だいたい2910メートルだな。当時の人々はそれを橋代わりにしていて、その様子が和歌に残っていたりもするんだぜ。3000メートル級のクヌギ。そのあまりの大きさから天皇はこの倒木を神木として、その地域を三毛の国と呼んだそうだ。他にも播磨国不時や今昔物語集の中に似たような巨木の話が収録されているようだぜ。日本中にいくつも巨木が？大分県玖珠町には巨木の切り株だと言われているものが残っているんだ。大きな切り株があるってこと？いや、切り株がそのまま残っているわけではないんだぜ。それは矢場ひたひこ山国定公園にある標高 685.5 メートルの切り株山という山なんだ。どういうこと？この山は卓上大地の中でも侵食が進んでいる地形ということだから、普通の一般的に言われている山ではあるんだ。たださっきも紹介した豊後国不時にはこの切り株山が大きなクスノキの切り株であるという伝説が残っているんだぜ。ふむふむ、切り株山はかつて大きなクスノキの日陰になってしまって、日が当たらずに困った住人たちが巨木を切り倒した後の切り株であるという話だな。切り株だけで700メートル弱ある巨木は確かに邪魔よね。それは雲に届こうかというほどの大木で朝日が上がる時には有明海まで、夕日が沈む時には四国まで影が伸びるほどだったんだ。近隣住民は日照権なんてあったもんじゃなかったのね。そうなんだ。当時の玖珠の村は一年中日光が届かないから作物は育たないし、人々も病気になってしまう惨状だった。そこで村の人々は身長が900尺もある大男に3年以上かけて玖珠の木を切ってもらったんだ。900尺って大きすぎない？270メートル以上だな。大男っていうか巨人じゃない？クスノキの巨木が切り倒されて以降は今日まで豊かに暮らしているというわけだ。それはそうと、そんなに大きな木が倒れたら大変じゃない？いろんな被害が出そうだけど。木が倒れた結果、湖が崩れて水に浸った村がひたしとして残っていたり、その長い木の先っぽで長崎という地名になったり現在にも影響しているんだぜ。今もある地名だわ。木から落ちた葉っぱの形で博多だとか、倒れた時の衝撃で小さくクラッと揺れたから小倉だとか、クスそびえる切り株さんと、福岡や大分の地名に今でも巨木伝説の名残として残っているんだ。面白いわね。日本も含め世界各地に巨木伝説が残っていることは説明してきた通りだが、ここで再び世界に目を向けてみようと思うぜ。するとなんと世界中の存在が隠蔽されているのではないかという可能性が浮上するんだ。どういうこと？注目すべきはアメリカのワイオミング州にあるデビルズタワーという巨大な岩山だ。これが世界中の切り株ってこと？ざっくり言ってしまえばそういうことだ。まず、この岩山はマグマが冷えて固まってさらにそれが侵食されて、地表に現れた岩系と呼ばれる地形だと言われているんだ。火山のマグマの部分だけが固まって外側の山の部分が侵食されてなくなってしまったものと考えてくれ。特にその説明に無理はなさそうだけど、そしてデビルズタワーの興味深いところは柱状節理という構造が岩山の表面を覆っていることにあるんだ。柱状節理って、六角形の柱が何本も束になってこの山を形成しているってことだな。へえ。デビルズタワーは高さ386メートルで頂上は平らな大地のようになっている。しかも、すぐ脇を川が流れているわけでもないし、風が強いわけでもないのに下の部分から侵食されているんだ。確かに朽ちていく木の皮みたいだし、形も切り株とすごく似ているわね。一般的に知られている切り株とよく似ていて違うのはサイズだけだ。つまり、これは火山や侵食でできたもので、柱状節理が見られる岩山だということにして、世界中の存在を隠している可能性があるんじゃないかという話なんだぜ。確かに、植物の断面図もこんな感じで細長い管とか、柱の集合に見えるしデビルズタワーはかつて巨大な樹木だったという話でも信じてしまいそうだわ。チュニジアにあるジュンガリア大地に関しては木の年輪みたいな模様も見られるし、ベネズエラのアウタナ山やロマイラ山、オーストラリアのマウントコナー、チリのコロラド山、アメリカのモニュメントバレーと世界中で樹木みたいな岩山は多く見つかっているんだ。この木に似ている岩というのは日本にもあって、福井県にある越前松島には材木を積んだ状態によく似ていることから、材木岩と呼ばれている珍しい岩があるんだ。木そのものかって言われると微妙だけど、木の化石です。って言われたら疑わないくらいにはそれっぽく見えるわね。ついでに言うとさっき紹介したデビルズタワーにも、植物説を裏付ける新たな証拠が発見されたと話題になったこともあるんだ。証拠？とある外国でのツイートで、デビルズタワーには根っこが存在したと発表されたんだ。
根っこがあったらそれはもう植物確定では？ただ、この投稿がいくつものチェックで虚偽だとされたことや、投稿主のアカウントも凍結されて確認できないことから真偽のほどはわからないけどな。都市伝説的に考えるなら世界中の存在を隠蔽したい人たちによって消されたのかもしれないわ。ここまで世界樹や巨木伝説について話してきたんだが、そもそも世界樹が現存していないのは事実だな。残念ながらそうね。これまでの話も古い書籍や伝承というところでしか存在は確認できていないし、そして人類の文明が始まるもっと前に遡れば地球上は巨大生物や巨大植物の楽園だったんだ。そうなの？例えばメガテリウムという生き物。すでに名前にメガって入ってるものね。この生き物は190万年前から8000年前くらいまで、南アメリカに生息していた巨大な哺乳類なんだ。種類としては今のナマケモノに近いらしいぜ。ナマケモノってことは木の上で生活していたの？いや、メガテリウムは地上で生活していたことが推測されているぜ。大きさは6から8メートルで体重は3から5トン。ナマケモノの仲間では史上最大種だったから木の上じゃ生活できなかったんだろうな。想像よりはるかに大きいわ。体は巨大だけどおとなしい性格で、葉っぱや花、植物の根や茎を食べているなど現在のナマケモノと結構似ている生態なんだぜ。他には？そうだな。ダチョウ科の生き物にも巨大なものがいたんだ。現在でもダチョウって結構大きめの鳥だと思うけどそれよりもってことよね。ジャイアントモアという鳥で、1500年代より前に絶滅したニュージーランドの生き物だ。全長 3.6 メートル、体重は250キロの巨体だったんだ。そんなのが思ったより最近まで生きていたんだ。マオリ族による乱獲が絶滅原因だとも考えられていて、比較的最近まで生き残っていたことから全身骨格の写真や本物の足なども残ってるぜ。化石じゃないものも残っているのね。昨今、映画のモチーフにもなっているから有名だと思うがメガロドンも過去の巨大生物だよな。メガロドンって巨大ザメよね。そうそう。史上最大のサメと言われていて、だいたい1800万年前から150万年前まで生息していたようだ。メガロドンはよく歯の化石が発見されるんだがそれが一つ13センチもあるから驚きだよな。歯一本が13センチって全身でどれくらいあったの？推定で13から20メートルって言われてるな。ちなみに、よくサメ映画のモチーフになるホウジロザメで6メートルとかだぜ。人間なんて丸のみでは？化石の形跡からクジラを捕食していたと考えられているし、実際に人間とメガロドンが共存していたとしても襲ったところで全く腹の足しにならなそうだよな。次元が違いすぎるわ。あれ？でもなんで同じ地球なのにこんなにも巨体に進化する生き物が多かったの？それはとても面白い質問だぜ。確かに昔はさっき紹介したような生物や何十メートルもある恐竜とか、大きな生き物がたくさん生きていた。でも今はそこまで大きな生物はいないな。何が違うのかしら？気温？環境？一説では地球の酸素濃度が今よりも高かったことが関係しているんじゃないかと言われているぜ。酸素濃度？どうして酸素が多いと生き物が巨大化するの？まずこの説が提唱され始めたわけについて話すぜ。今の地球の空気の組成は窒素が 78%、酸素が 21%、残りの 1% に二酸化炭素とかアルゴンが含まれている状態だ。小中学校の理科で習ったわね。そして酸素濃度はとある時代にだけピンポイントで高く、35% くらいまで跳ね上がっていたんだ。なんとそのタイミングが生物や昆虫の巨大化していた時期と重なることがわかったんだ。なるほど。それで生物の巨大化には酸素濃度が大きく関係している説が浮上したのね。そういうことだ。巨大化した理由としては巨大化しても、エネルギー供給ができたという説と酸素の毒性を軽減するためという説が語られているぜ。ふむふむ。巨大化してもエネルギー供給ができたというのは人間も含め、多くの生物は酸素がないと生きていけないし、体内のエネルギー供給ができなくなってしまう。体が大きければなおさらだ。でも、酸素濃度が高いなら巨大化しても十分にエネルギー供給ができるし問題ないってことなんだぜ。でもそれって酸素が毒であるって話と真逆じゃない？毒って言っても全てのものには致死量っていうものがある。水だってなければ死んじゃうけど、大量に飲みすぎれば水中毒の症状が出て危険なんだ。そうか。酸素も生きるには必要だけど大量にありすぎるのは毒ってことね。体のサイズが小さいと酸素を受け入れられる量が少ないから、体を巨大化して相対的に酸素から受ける影響を減らそうと進化した結果じゃないかという話だな。ここで話は戻るんだけど世界樹なんていう、世界を覆ってしまうような巨大な植物があったら、周囲の生き物というか特に人間は生きていけないんじゃない？普
通に考えると巨木が光合成によって放出する超高濃度で大量の酸素は人類の敵だな。でも、それだけの酸素を必要とする巨人がいたならこの問題は解決してしまうぜ。巨人？確かに巨木の切り株も普通の人間にはできないけど。巨人といえばギリシャ神話や北欧神話と世界各地に色々と伝説は残っているが、旧約聖書やその外典の中にはネフィリムという巨人族が出てくるな。ボーゲームの影響かギガンテスとか有名よね。巨大な体と超人的な能力。神話や伝説で語り継がれる存在だわ。ところが世界中で巨人の存在を裏付ける痕跡がいくつも見つかっているんだ。巨人は実在したってこと？南アフリカでは2億年前の巨人の足跡が見つかり、地質学者の調査で人為的なものではないと判明。足跡からの推定身長は 7.5 メートルほどとされたんだ。正真正銘、巨人の足跡だわ。巨人の人骨に関しては世界各地で発掘されていて、たくさんの写真を見ることができるぜ。まあ、偽物もたくさん含まれてると思うけどな。こういうのの中にごく稀に本物が紛れてたりするのよね。実は日本でも巨人の骨が見つかったことがあるんだ。日本でも？2008年に東北を襲った最大震度6の地震の時、報道ヘリがリアルタイムで被災地のレポートをしていたんだ。ちょうど崖崩れの現場リポートになった時、カメラは崩れた斜面に膝を抱えて丸まっている巨大な人骨を映したんだ。え？そんなの見つかったらもっとニュースになってるんじゃない？それ以降、同じ場所の映像を見ても人骨は見当たらないが、第一報では人骨を見たという人もいて嘘だったのか隠蔽されたのか結論は出ていないままだな。真実が気になるわ。酸素濃度の話をしたように、巨木伝説が本当だったとしたなら巨人伝説もかなり真実味を帯びてくるよな。でもなんでそこまでして巨木伝説というか巨人伝説を隠蔽したいのかしら。巨人がいたことになるとまずいことがあるってことよね。巨人の存在を知られて不利益を被る人たちといえば学者だよな。学者？ああ。巨人の存在が事実になってしまうと人類進化論の定説が揺らぎかねない。そうすると不利益を被る学者たちがたくさんいるというわけだ。進化論を推している学者も、進化論をもとに研究を進めている学者もそれまでの成果や権威がパーになっちゃうものね。この論理は実際にフィクションでも使われたんだ。フィクションでも？バチカンにあるスミソニアン博物館が巨人の存在を隠蔽したという嘘ニュースがあったんだが、その時の隠蔽理由も人類進化論を覆されるとまずいからだと説明していたんだぜ。わかりやすくて、いかにも陰謀論や都市伝説っぽい論法よね。意外と事実なのかもしれないけど。もう一つの理由は巨人の集落にはカニバリズムの文化の痕跡があったからというものだ。それがどうして隠蔽の理由になるの？いまいちピンとこない人も多いかもしれないがキリスト教ではカニバリズムは最大のタブーなんだ。キリスト教では到底受け入れられない禁忌だから公表はできないということね。加えて巨人の存在を事実にしてしまうと聖書は嘘ということになってしまうんだ。聖書は事実が書いているものという認識なのね。聖書の中に事実として巨人はいましたと書いてないから、公表すると教会的には権威が失墜しかねないから隠蔽しているということなんだろうな。嘘ついて騙してたんだな。って感じで、それに聖書イコール嘘で歪められた真実が書かれているとなると、キリスト教の信仰の根底を揺るがしかねないしな。確かにパニックになりそうだわ。さて今回は世界樹が実在した証拠と隠蔽された理由について、巨人伝説も交えながら解説してきたな。世界樹は完全に創作とか神話の中のものだと思っていたから、想像もつかないような巨木があったかもしれないと知れてなんだかワクワクしたわ。現存はしないけど、昔のことに関しては人類が分かっていないこともまだまだあるんだ。もしかすると、世界樹やとんでもない巨木が何十万年も前には生えていた可能性だってある。隠蔽されている理由も本当にありそうなラインでなかなか面白かったわ。いつかもっと科学が発展して真実が明らかになったら面白いよな。それじゃあ今日はこの辺で、世界樹は実在した、驚くべき証拠と隠蔽された恐るべき理由についての解説を終わろうと思うぜ。最後までご視聴ありがとうございました。